長期金利についてよくある質問と回答を3つご紹介します。質問1。長期金利とは何ですか長期金利とは、通常10年以上の期間にわたる借り入れや貸し付けに適用される金利のことです。これは国債、社債、住宅ローンなどに関連し、経済全体に大きな影響を与えます。代表的な例として、10年もの国債の利回りが上げられ、経済の健康状態やインフレ期待、中央銀行の政策に影響されます。 長期金利が上昇すると住宅ローンや企業の借り入れコストが増加し経済活動が減少する可能性があります逆に低下すると借り入れコストが下がり経済活動が促進されます中央銀行は金融政策を通じて長期金利を調整し経済成長やインフレを管理します投資家は利回り曲線を中止し将来の金利動向や経済見通しを判断します長期金利は政府企業個人投資家にとって重要な指標です質問に 長期金利が上昇するとどうなるる長期金利が上昇すると経済全体にさまざまな影響が及びます。まず住宅ローンや企業の長期借入金の金利が上昇し借入コストが増加するため個人の住宅購入や企業の設備投資が減少し消費活動も抑制されます。金融市場では債券価格が下落し株式市場にも悪影響が出ます。株価は企業の資金調達コスト増加により低下し 債券への資金移動が起こることもあります。また、長期金利の上昇は外国投資家にとって魅力的となり、資本流入により通貨価値が上昇することがあります。インフレに対しては、借り入れコストの増加による消費と投資の減少でインフレ圧力を抑える効果がありますが、同時に経済成長が鈍化し、景気減速のリスクも高まります。住宅市場では、住宅ローン金利の上昇が住宅購入を減少させ、不動産市場が冷え込む可能性があります。 質問3長期金利が上がると株価はどうなる長期金利が上がると一般的に株価は下落する傾向がありますまず企業の借り入れコストが増加し利益が圧迫されるため投資家の収益期待が低下しますまた借り入れコストが高くなると企業の設備投資や事業拡大が抑制され成長見通しが悪化します加えて高金利環境では債券がより魅力的な投資先となり安全資産である債券への資金移動が進むため 株式市場から資金が流出します消費者にとっても住宅ローンやクレジットカードの金利が上昇し消費が減少するため企業の売り上げが減少し株価にマイナスの影響を与えますさらに高金利は経済全体の成長を抑制し景気後退の懸念を引き起こすため投資家心理が悪化し株式市場にネガティブな影響を与えますこのように長期金利の上昇は企業収益の圧迫資金流出 消費減少を通じて株価に下落圧力をかけます。